雷獣用語の基礎知識。ベテランチです。壁です。トワです。はい、今日はですね、雷獣チャンネルもシーズン3に入りまして早数ヶ月、最近動画が結構伸びたりとかして新規の視聴者もある程度増えてるかなって思うんですけど、そうね、雷獣チャンネルって灘高校の友達基本その昔からのメンバーでやってるっていうことで、うん、うちはネタというか俺らにしかわからんノリとかファンは当たり前に知ってるけど最近見始めた人には何のこっちゃわからんようなことっていっぱいあると思うんで、ここらでまあ初心者の人もファンの人も一回おさらいしてもらう動画をやろうということで、みんなでこれ覚えといてほしいなっていう雷獣用語、例えばなんすかね、この後出てくるのかもしれんけどイメージ、アグボンラホール。あーもう言おうとしてたな。言おうとしてた。うん。アグボンラホールっていうのは、2年半前ぐらいの動画で、年末の煩悩を言っていこうみたいな動画で、それエグい煩悩やな、うん、なった時に、うん、エグ煩悩、アグボンラホール、俺とカベスが2人で同時に言って、それが嬉しかったっていう、サッカー選手の名前。うん、いや、それを最初に言わない。サッカー選手がいてっていうとこから。日本語の悪いとこ出たな、うん、とかを各自考えてきてもらったんで、うん、発表していって。まあ、来週ファンだったら全部わかるんじゃないですかね。うん。うん、そのキモい。全部わかるんちゃう？何そのキモいノリ。あ、ちょ、やめえや。おい。みんなはわかると思う。ちょ、やめえや、ほんまに。おい、だったらやるで。だったこんなんやりだしたらもう。二人になる、これで。キモ。キング&プリンスやんだって。確かに二人になったしな、うん、キンプリも。いやいや、ティアラのみんなは分かると思う。やべえや。まあでも、いつになく必要な動画ですね。そう。ちょっとここらで、初見さん見てくださいよっていう。うん、そうね。ということで、まあ、早速、やっていきましょう。うん、やべえや。うん。かけましたよ。あ、じゃあ、もう一個目、視聴者に覚えてもらいたい雷獣用語を教えてください。ペルトモ。いや覚えんでええよ。いやいやいや、でもなんやかんや、ちゃうってペルトモかい、なんやかんや出てきてます。大喜利プレイヤーね。うん、大喜利プレイヤーの方で、こんにちパンクールっていう、こんにちパンクールもなんなら説明しときたいぐらいけど、よう言ってるか、うん、でもよう言うてますよ、ほんまに。ペルトモっていうワードは受けるから。千葉大の後輩やもんね。そうですね。なんと後輩やから。そう、実は年下という。俺びっくりしたもん。うん、大学お笑いでペルトモ見つけた時。そうっすよね。大学お笑い。後輩なんて思ったの、うん。千葉大のプリッツですよね、確か。そう。お笑いサークル。お笑いサークルプリッツ。それで言ったら、だから大学お笑い系のことも、よう言うてるな。よう言うてる。まず俺が所属してた IOK とか、ラジオでよく出る彼とかね。え、ああ。レインマンズ博士？だから。レインマンズ博士？知ってるわけないねんから。俺のお笑いサークルの同世代の友達。そう。レインマンズ博士はそう、来週の音侍ではもう。めちゃめちゃ出てる。品質。15回ぐらいで言ってますっていう。うんうん、ってことで結構ほんまによく出るけど知らない人。そうね。なのでちょっと覚えといてほしいっていう。うん、まあざっくりだから大喜利人たち会話。いやほんまに大喜利人たちで、うん、ペルトモさんの回答まとめとか作られてるんでちょっと見てみてください。うん、マジで面白いんで。うん。めっちゃくちゃ大喜利。うん。これ結構大事なのあるわ。おお。こちら。はい。はい、ダヤマ。これ気づいてた。確かに。確かに。これ気づいてた。消えてんもんな。昔から見てる人はみんな知ってるねんけど。うん、うん、まや。雷獣オーディションっていう動画が最初で、うん、そこでまあ、レナチョとナツミとも雷獣では初登場。うん。どういう動画やったかっていうと、3人が雷獣に入りたいってなって、うん、誰入れんねんっていうオーディションをするっていう企画で、まあ、結構最初の方の動画の中でめっちゃ伸びてて、ダヤマは俺とカベスと今井と同期で、うん。で、当時 N1 グランプリっていう文化祭の漫才コンテストがあって、うん、今井とカベスが組んでたキックベースが優勝しました。うん、で、俺とダヤマが組んでたシャカラカブンブンっていう。これ2位でした、ね。うんうんうん、ダヤマは弁護士になりましたと、うん。完全に就職しました。今なんとダイヤマが出てる動画は全部非公開になってます。うん。まあ、生きる伝説みたいになってもなっちゃいました。うん、ダイヤマ太ってます。ちなみに。うん、うちの学年のボスよな。そう。スイーカースト1位。なんかその、デブでカーストが1位になったのは、歴史上、ダヤマとキム・ジョンイルだって言われてる。なだと北朝鮮だけ。いや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 、その並列。まあとりあえず、絶対言っとかなあかんのでいいか。まあ、はい、それが大事だな、ポンポン。はい。インセル。ほんまや。インセル大事や。ほんまやな。うん。これは絶対言っとかんとあかん。うんうんうん、それは確かに難しい言葉やしな、実は。うん、難しい。社会問題やしな、ね。夏ミートっていう、俺らの後輩。とわの一個下。うん。の、夏ミートが、何の動画でこれ最初言ったんやったっけ？メモか。うん。メモに。思考に迫ろうみたいな、奥深くに。インセルと理解のある彼くんとの間の細い道を歩いていかないといけないみたいな、うん、変なメモ書きを残してて、うんうんうん、まず、インセルっていうのは、何やっけ？
インボランタリーセレベリトっていう英語の略で、うん、なんか今ネットとかでよくいるちょっと男尊女卑というか、うん、開き直ってる童貞みたいな、もともと非モテなんやけど、それが逆転して俺らは悪くなくて女がこんなんのせいで俺ら非モテなってるねんみたいな、はいはいはい、そのネット発の用語ですね。いいですね。不本意な禁欲主義者。あ、そう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 、インセルって面白い。いや、面白い。特に俺がめっちゃ言ってもうてる気すんねんな。いや、俺も言ってるな。童貞っていうより、インセルって言った方が面白い。面白い。ほぼ童貞ですもんね。そう。ツイッターめっちゃ見てる童貞ってこと。まあまあそうですよね。基本、まあ、こじらせてるて、ね。こじらせ童貞。みたいなことですね。そうやね。童貞は馬鹿にすることじゃないけど、うん、インセルは馬鹿にした方がいいから。うん、こじらせてるから。女の子に優しくすればいいだけやん。はい、そう。インセル大事やわ。普通にインセルというワードの解説は大事や。この2023年の、うん、教養チャンネル。はい。いいですね。うん。はい。はい、いいっすか、うん、インセルで言うとなんですけど、インセルで言うと脳でかすぎてヘルメット緑になってるやんですね、うん、インセル代表だ、はい、これインセルの、うん、まあインセルっていうかホチ、これはね最近動画で確かに記憶に新しい、ホチさんはもうシーズン3ですから、うん、まあシーズン2ぐらいから雷獣の音侍でめっちゃいじられてて、うん、動画でもずっといじってたな、うん、動画でもいじってたか、ナダコあるあるを言ってる動画3時間半あるけど、うち15分ぐらいはホチあるあるしか言ってなかった気がするエアバスケの下りとかそう、うん、でそのホチを雷獣ができる前の俺とかカベスとかトワとか、まあ、あとコマイマネ、令和ロマンのコマイマネージャーとか、まあ、みんなが入ってたその漫才やった時の LINE グループで、うん、ホチが緑のヘルメットをかぶって自転車の横で腕組みしてる写真、うんこれを、うん、なんかどっかから誰かが見つけてきて、え、これついにまんま画像出せるんじゃん、ほんまや、もうホチ顔出してるから、ほんまや、俺モザイクかけてたわ、うわー嬉しい嬉しい、まあ見比べてください。こうなってて。LINE、うん、のアイコンとかにしてたんちゃうかな、確か。淡路島行ってたよな。そう。ポチは自転車好きやね。そう。これもちょっとなんか可愛いよね。さ、淡路島行ってる時の写真で玉ねぎも乗っけてて、それもちょっと緑やったよね。その写真を見て、LINE で、ホチ脳でかすぎて、ヘルメット緑になってるやんっていう、もう謎のいじりが流行って。うん。なんで脳でかいとヘルメット緑なんやっけ、いいえ。そう、もうええって、もう、こっちは、まあ勉強もできるし。そう、脳でかい。脳でかいやん。うん。そしたら、うん、脳でかすぎるから、うん、緑なんねん。ああ、そういうことか。そう。はい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 。ヘルメットが緑なんねん。え、なんでヘルメットが緑になるやん。それは、ヘルメット被ってるやろ。うん。で、脳がここにあるやろ。うん。だから脳でかすぎたら、うん、ヘルメット緑なんねん。ああわかりやすっていう。お決まりのくだり。なんか一回全部納得した後、あれなんでそうなんねやっけっていう音ボケが入って。あるあるある。で、なんか、同じことをもう一回言う。ただ脳がでかいっていうことしか根拠としてはないけど。うん、理由ないのをみんなで再確認するっていう、その、うん、なんでやっけ、いや、だから脳がでかいからヘルメット緑になるね。なるほど。っていうのを、まあ、対面とか LINE とかでずっとやるっていう。うん、やってたな。で、なんか、ホチはハゲとかメガネとかいっぱいいじられてて、うん、全部笑って返すのに、これだけちょっと怒ってんのに。なんでか知らんけど。あとな、これな、ホチだけほんまずっと何がおもろいか分かってない。ああ、でもそうかも。ホチってさ、論理の人間やからさ、うん、ほんまに意味が分からへんのやろ。うん。うん、覚えてください。はい。もし、でもこの理由分からん人ったらコメントで全然書いて。教えるから。めんどいって。なんで、なんでかなって思ったら、なんでかなって書いて。なんでかなって。リプライで言いにくから、脳でかすぎるからやで。うん。うん、まあ、インセルやね。インセルから派生して。ホチはインセルやから、ね。ホチはインセル。ホチと夏美、うん。なんならもう、夏美より多分今、ホチの方がインセル。そうやな。うん、あいつはな、マクソンズで。うん。マクソンズも説明しなあかんで。あうわそうか。うん。マジや。すごいな。文脈多いな、雷獣ってそう考えたら。うん、だって、それぞれのさ、キャラが多いから、全員の歴史辿っていかなあかんから。そうやな。マクソンズっていうのは、夏美とか、東京都立大学で入ってる男子チア、うん。男子チアリーディング部ですかね。はい。はい。はい。ちょっとまあシーズン3始まってからあんまりこのワード聞いてないんですけれども、うん、あの恋愛マスター、ああ、これもね、そう忘れつつあってですね。確かに、だから、うん、こっちがすごいから。いやだから、ギャロブスがすごい。ギャロブスちゃうね。これ彼があの同一人物でですね。不思議やね。そう不思議な。そんなことあるんや。そうなんすよね。なんならどっちでもないんよな。ほんまのほんまな。うん。ほんま、新規の人とかは、うん、多分、壁さんのことゲロブス、そんなイメージついてへんって。思うけど、ゲロブスのイメージ別に定着してへんって。ほんまはこっちなんですよ。そう。てか、そうやね、ややこしいね。な、だから、シーズン2のこれが振りであって、そう。トワが初登場した動画やね、これが。そう。そうやね。恋愛マスター。壁のモテテク教室。うん。あそこからな、壁の恋愛マスターキャラと、トワの後輩キャラが生まれたんやけど、うん。これももう一通りやったかっていうので、なんか、
ドゥ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 ってゲロムスが。でこっちの壁さんの動画もすごい面白いんで。これは面白い。最近はもうこっちがね、先行しちゃってますけど。うん、どっちもやっていかんと、ね。どっちもやっていかんと、ほんま。愛の子でやっていかないとしっかり。そうね、バランスを、ね。そう。どっちなんやろうって、うん。迷ってるうちにかっこよく見えてくるからな。うわあれ、マスターだ。うまいわ。うまいわ。この時期あったよな。うん、何振っても恋愛マスターだった。かっこいい。言う時期あったよ、うん。あったあったあった。最近忘れてたな。恋愛マスターであるという、ちょっと思い出してください。最近ゲロブスが熱すぎて。あと、まあその、二面性で言ったら、だから、バチバチ天才と、ロッパー。ロッパーだ。ロッパーだ。この二面性も抱えてんの。そうやな。大変よ。これでも来週のブームなんやな。うん、今ブーム。ウエスに二面性を与えて、どっちなんやろっていうのを楽しむという。もともとだから、その、来週始める前に、若手 TV の動画で、一橋の学園祭、のインタビュー企画みたいなのに俺が出てて、風味に高校名聞かれてラダッスって言って、すごいやみたいな言われて、バチバチ天才なんですよ言ったのが受けて、バチバチ天才っていうキャラがついたんやけど、そうですね。だから最初にラダ中合格への奇跡みたいなシリーズを始める時も俺から初めて、うんうんうん、で天才キャラみたいになってたけど、サブもバチバチ天才って書いてある。最近ね、ラダ中入試算数で68点っていう低い点数を取っちゃって、ロッパーっていう非常にね屈辱的なあだ名をつけられた。まあまあまあ、いや、それもそう、議論の余地ありな。うん、これシーズン3でもどっちなんだいっていう、みんなで見ていきましょう、確認、うん、見守ってほしいな、これ、うん、はい、はい、まあ僕はそんなに言わないですけれども、うん、お二方がまあ好きな言葉、うん、采配、ね、おお、これ用語やな、これ用語ですよ。来週これいろんな意味含んでます。結構監督とか好きじゃない、サッカーとか好きで、野球とか、やっぱ特に野球ね、うん、転じてやっぱ采配という言葉、うん、これをどういう時に来週は使うかというとですね、先ほどもロッパーが言ってたように、おいやめろお前、あ、やめろお前言ってるやめろお前、あ、もう雑魚だった、雑魚だった、ロッパーって言われた時はもうやめろお前しか言わない才能なやつはモノマネするな失礼やな、いろんな方面に。まあ、来週ではその親の子育ての方針といいますか、うん、こういうタイミングでこういう習い事をさせたりとかっていうのを、まあ、采配というふうに我々は、うん、まあ、そのグラフシリーズがありますから、ね、そうですね、うんうん、グラフチャンネルですから、一応来週はもう最近はだからその親から転じて、ほんまになんかコメントとかでもここは采配やな、うん、そう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 、いいですね。だからそう、采配とかを僕たち同じような感覚で使えるようになってくださると、うん、こっちも嬉しいよという。ワードセンスというか。あとその、采配がうまいお母さんのことを、名称って。あ、名称出た言うてた。うん、言うてた言うてた。うん、俺のおかんは名称と。時間の魔術師。時間の魔術師と歌われております。うん、はい。こういうでも細かい一言をよく噛むっていうのはやっぱ来週チャンネルの楽しみ方やからな。ほ、うんまにそうかも。まあ、その采配ぐらい、その汎用性の高いワード。だからファセボム。おぉこれがね、いろんなところで使えるんですけど。言うなぁ。主に汗ばむっていう意味です。うん。主にな。初出は、だから、うん、砂浜でそれ正解のオープニングで。砂浜でそれ正解はさ、めっちゃくちゃしんどかったよ、撮影。うん。めっちゃしんどかった。で、めっちゃ面白い割に、あんま伸びてないと。いや悔しい、それ。これほんま見てほしい。うん、見てほしい。あとその、トークライブで流した動画って、なんかすごい思い入れがあるのよな。まあ確かに。絶対当日受けなあかんと思って作ってるから、うん、そこで滑ったら終わりやから。うん。そこで、あんまり受けてなかったやつです。当日な。うん。これ好きです、でも。確かにこれ2回ぐらい出てますね。うん。こう今もファセボンできたな。うん。盛り上がった。でもなんかその盛り上がって興奮してきた時も、たまにファセボンできたなって言ってうん。ファセボン季節になってきたしな、そろそろ。うん。うん、そうね、覚えてほしい。うわ、確かにファセボムな。うん。いいですね、本当に。うん。用語やわ。はい。うん、俺らが、気づいてるやつは、そう、ファセボムとか、そう、意識できるやつやけど、うん、ギリ意識できてない口癖絶対あるから。うん、いや、そうなんすよ。てか、それで言うたら俺、あります。え？最近ね、これ共通やって気づいたんよ。え？来週リスナーの人のツイートで気づいたんですけど。え？これです。さすがに、なんとかか。これ。え？あー。まあまあまあ。まあ言うな。言うわ。俺らみんな言うやろ。言う。これな、言ってる人な。見たことないね、よう考えたら。うそ。多分来週聞きすぎたら映んねん。あ、そういうこと。おー。でもめっちゃ言ってるわ。同じ生活圏で生きてきたから。そうそうそう。俺らの間ではもうめっちゃ品質単語になってるんだけど、うん、この前ね、ツイッターで一回見て、うん、あ、この人来週リスナーでなんかさすがに何かって書いてるな。うんうんうん。あのね、モルゲンのメンダコピースラジオ聞いてて、うん、はあ、言ってた、さすがにまだ。来週見すぎて。多分来週見すぎてやと思う。俺はほんまにそうやと思う。あ、モルゲンちゃんが、そう。俺のうぬぼれじゃなければね。おお。だって言ってる人おらんもん。確かに。さすがに何々か。さすがに弱いか。とか、そう。と思います。
そうやな。さすがにボツかとか、うん。そう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 。よう言うやろ。うん。さすがに〇〇かか。さすがにタスマーニア。この旅はどこでも続く。さすがにタスマーニア。喜びだね。覚えないでください。頑張ります。これ覚えんくていいです。これシーズン3から。これ覚えんくていいです。解説もしません。はい。はい。まあ、来週といえばやっぱこれ。ナイスポエム。ああ。最近言ってないかもな。うん、もう最近ナイポエとか言うようになってます。ほんまやわ。そうやな。ナイポエやな。ナイポエやわ、それとか。初出はポエム動画やね。うん。ポエムを。タイトルセンスがないメンバーがいましたね。うんうん、内容は、単語と単語取り合わせてナイスポエムかどうかを俺が判定するっていう。そう。うん、で、その海に取り合わせる言葉なんか選んでくださいみたいなんで、うん、月とかか、魚とかから始めて、うん、最後手作業かなんかで、ナイスポエムみたいな。そう。うん、なんかこう取り合わせのいい二つの単語ですとか、うん、まあ俺が短歌をやってるっていうのがまずあって、うん、遠い距離のものをぶつけることで衝撃があるっていうことよね、うん、俳句とか詩みたいになってるよっていう、うん、これがほんましばしばねいろんな動画で出てくるようになっちゃって、うん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 、最近はもうだからその言葉と言葉じゃなくてもうイメージほんまに変な味の味噌汁と、うん、なんか変なおかずとかでもナイスポエムっていうみたいな、そうそうそう、取り合わせが良ければもうナイポエやなっていう、うん、そうですね、ナイスやなでいいのにナイポエやなっていう、うん、ナイポエやなって言っちゃうっていう、うん、これあります、覚えてほしいな、覚えてほしい、ナイポエ、うん、何それって思わんといてほしい、最初に聞いた時にそうやな、うん、意味わからん4文字やもんな、うん、ナイポエって聞いても、うん、わ、てかそう考えたらすごいな、埋め尽くされてるやん、うん、俺らでしか通じひん言葉で、いや、うん、そうなのよ、来週ってどんどん、うん、そら新規困惑するて、うん、え、ちょっと待ってお前、え、お前、え、まあ書けや、待って俺それリストアップしてたわトワさん書けましたか、はい、せーの、カンボジアのマサト、いや、せやんな。せやんな。うん。俺もやわ。俺もう5分前からここにあったのに。え、書くよな。さすがにマサトさんは。誰やねん、お前、カンボジアのマサト。端的に言うと、ソフトテニス YouTuber です。はい。まあ何をしてる人かっていうと、カンボジアにソフトテニスを広めた人です。どこに何広めてんねん。これナイスポエムやな、うん。これナイスポエムやわ。カンボジアソフトテニス。うん、これナイポエです、うん。汎用性高いからナイポエも、うん、カンボジアも、マサトも、うん、ソフトテニスも、うんうん。マサトっていう名前も面白いやん、うん。カンボジアとマサトもナイスポエムやねん。だからな、うん。なんでカンボジアに目つけたんかは僕はちょっとあんま把握できてないので、まあ、気になる人はマサトさんのチャンネル、ハント組んで概要欄に見てみてください。うんうん、だから、俺らがソフトテニスの動画、トアの動画、半年以上前に出して、うん、そしたら、うん、ブチギレみたいな、うん、リアクション動画みたいなのを出してくれたっていうことです、うん、何こいつらみたいな、でもまあ中身開けたらめっちゃ優しくて、めっちゃ優しくてめっちゃ笑ってるっていう、うん、あれも5万回ぐらい再生されてる、ね、結構、うん、再生されてて、マサトさんは結構ほんまにシーズン2の立役者、そうね、うん、元侍で何回マサト言ったか、うん、もうあとだからそのソフトテニスが狭すぎて、もうこの動画をもう全員見てるっていう、うん、ソアがソフトテニスの魅力を解説してるやつは全員見てんねやろ、そう。だからソフトテニスの動画のおかげで、マサトさんと雷獣のチャンネル登録増えてます。うん。どっちもね。どっちも、まあ、相乗効果で。てかさ、これさ、カンボジアのマサトって言ってるけどさ、別にマサトやん、本来。いやいやいや。だって YouTube 別にカンボジアのマサトチャンネルでやってないでしょ。え、カンボジアのマサトですよ。そうなんや。うん。なんか、でも最初はさ、マサトさんって言ってたのにさ、うん、全員さ、もう芸名みたいにさ、上の名前がさ、うん、カンボジアの方が上の名前にしてるよね、うん、いやでもカンボジア抜きではマサトさんの話はできない、語れない、語れない、そうか、え、ほんま近々ね対談、うん、対談してどうすんの、対談もちょっと視野に入れてます、そうやな、でもこの動画でまあみんなに知ってもらって、うん、でほんまソフトテニスの魅力語る動画見てもらって、でマサトさんの方のも見てもらったら、もうマサトさんの人の良さが分かります、そうやな、僕あの、うん、マサトさんに大会招待されてますからね、見においでよっつって愛知にな、うん、そう愛知まで行って、うん、すごいですよ。日本のトップの大会なんで。うん、そうやな。うん、なんていう大会って。ジャパングランプリ。うん。トップ層。まあ、そうやな、うん。会場でマサトさん以外のソフトテニス系インフルエンサーには会ったの？フネミーとか。誰やねん。フネミーズやろ。いや、フネミーズ兄ですよ。ああ、うん、フネミーズ兄が、フネミーとしてやってる。フネミーとして、はい、フネミーチャンネル。うん。あとは？あとは、松本先生。誰やねん。いやいやいや、ソフトテニス系の人ですよ。みんな。面白い。うん。はい。そうですか？これもよう。出た！
用語やもう最近みんな言うし。これはほんまに全員言ってる。うん。うん、今頃透けてんねやろな。これも定番やからな。そうですかって言ったら、ロングコートダディのウサギの画像が透けるっていうのが定番になってます。これ解説すると、ロングコートダディっていう、まあ、漫才コンビ、うん、キングオブコントも M1 もなんかの決勝、うん。そうですね、決勝。で、俺らはほんまもう有名になる前、大阪の時からもうめっちゃ好き、うん。いや、そうやな。なんかセンスあるよね。ほんま俺らが好きになるような、ちょっと賢いというか。うんうん、で、まあ、ウサギっていう、まあ、めっちゃアホなやつと、うん、アホみたいな顔してんねんな。ちょっと太ってて。うん、と、まあ、堂前、ほんまセンスの塊、うん。センスやな。センス顔。の漫才で、うん、堂前が、棚を組み立てる。堂前が棚を組み立てる時に、ネジが一本見つからへんくて、みたいな、うん、言ったら、ウサギが、ええー、お前、ネジなくてどうやって組み立てようとしてたの、めっちゃ覚えてるやん。のを、やって、ええー、も好きやしな。っていうのをやってて、で、いっぱい堂前をバカにした後、堂前が、うん、まあでもそれが見つかって、みたいな。言ったとこ、そうですか？そう。そうっていうとこの真似してるよっていう。そう。珍しいお笑いなんやな。うん。そのウサギが堂前にマウントを取るっていうのが振りになってて、うん、で、オチが、そうですか？引きの透かしでシュンとするっていうのが笑いどころっていう。うん。これが面白い。面白い。うん、表情も相まって。多分な、アベマかなんかでネットで見れるやつあったから見てほしい。M1 のだって敗者復活とかでやってた。2020。アマプラとかでも見れんちゃう？見れる。配布やったら。これがな、で、なんで便利かっていうと、うん、来週ってほんまに結構フリーでやってるから、誰かがほんまわっけわからんボケを、なんかおもろなれと思って適当に言うっていうのがあんねん。うん。っていう時とかに、無視するのは忍びないし、うん、全く思んないわけでもないけど、もうやりたないっていう時に、うん、そうですか？うん。便利や。うん。はい。めっちゃそうですか？そんなんでどうやって棚組み立てるん？お前、海鮮丼食う時に柱見と一緒ですよ、うん。って言ってた。いいですね。うん。はい。はい。1。あー。これ言っとかなあかんっていう。メインでね、説明しとかないと。うん。音侍ではよく言ってるけど、うん、ジャムの位置二方位みたいにあるあるよりも一個弱いあるあるというか当たり前なんやけどなんかそこ気づいてなかったなみたいなこと言うときに、うんうん、それ1やなって、うん、でその YouTube 伸ばしていくためにも1のことをやっていかなきゃど真ん中のことをやっていかなきゃ他がやってることでも俺らがもう一回やるのがそれが大事なんだっていう、うんまあ、長卒なんやから算数やろうみたいな、うんうんうん、それが1、うんうんうん多卒あるある算数めっちゃできるみたいなところを動画にしていこうっていうので、はいはいはい、1っていうね確かに概念これラジオのコーナーにもなって、うん、最初に1がおもろいってなったのは、まあ、ラジオでは話したけど大谷翔平の話になって、うん、車で撮影の帰りに、うん、でカベスが急にいやでもピッチャーの大谷とバッターの大谷が対戦するとこほんま見てみたいなで社内が大爆笑になって、うんうん、でこれが大谷翔平の1やっていう話になった1やな、うんうんそうやなみんなにも身につけてほしいしな、うん、位置の感性ね、うん、ハードルを上げてくぐるという本来はその振りでハードルを上げてそれを飛び越えていかなあかんねんけどそれをくぐるっていうお笑いです最近ラジオに来たやつやったらだから辞書の位置紙薄いあー、うん、いいわくぐってるよねなんか、うん、あるあるではないねんな、うん、あるあるより弱い当たり前のこと言うっていう、うん、開いてみなわからんもんな、うん、辞書をそれ当事者に入り込まないと分からへんかったりする。そう。これ奥深いね。奥深いな。一やのに。うん。いいな、なんか。音侍の入門編にもなってるな、今回の動画。うん、てか、解明をさ、めっちゃしてるやんか。うん。そのたんびに、初回のチャンネル名を決めようの動画で出たワードはめっちゃ言ってると思う。うん、ああ、確かに。それもあるね。それも上げ出したらキリないけど。うん。アジサイへと続く結婚戦とか。うん。夢焼肉へと続くとか。うん。なんてつとか。一生友達ゴールド。うん。その辺はね、めっちゃ言ってるな。そこはちょっと。第1回、ほんま。うん、復習しといてほしい、ね。うん、見といてほしい。はい。はい。ワイワイと、藤本。おぉ。忘れてるでしょ。うん。意外と多分メインしか見てなかったら。知らんのか。そう。で、たまにその編集メンバーでやってほしい、外注してほしくないみたいな。くんねんけど、そう。うん、だから外注じゃなくて、うん、これは友達とか後輩やねんけど、うん、そう視聴者からしたらこの2人知らんかったら。うん、確かに。まあ内中やな、これはな。そうそうそう。うん、と思われてんねんけど、うんまあ、この2人いまして。ワイワイが、まず誰かっていうと、うん、太平洋ベルトっていう。登録者5000人ぐらいかな。で、一時、なだこう YouTuber ブームみたいな。あったあった。来週始まりたてぐらいの、しがない数学とかも出てきて、うん、っていう時に、あった太平洋ベルトっていうチャンネルが3ヶ月ぐらい活動して結構動画面白かったんやけど忙しいとかでやめちゃってて、そうね、で俺が LINE して、う
うん、暇そうやなと思って、うん、ライジオも人で足りんかったから、うん、よかったらいろいろ企画とか編集とか手伝ってくれへんって言ったら、ぜひやりたいです。で、手伝ってくれっていうのがこのワイワイ君。ワイワイ。夏美と同期だね。そう、夏美と同期で、しがない数学とっていう、まあ、灘の俺らの後輩の YouTuber が、灘、に喋れる友達同期で4人ぐらいしかおらへんねんけど、その中の1人でもあります。すごいなよ。そうやったんや。そう、信頼が厚いです。めっちゃ優しい子。メインチャンネル動画ではだからあれかな、面白総合代理店のモノデスさんとしても中学入試ガチャの動画でも一回出てきました、まああとそのワイワイをガーファに就職させようっていうのをずっとやってます、はい、っていうのがワイワイくん、はい、でこの藤本くんっていうのが、ベテランチャンネルの方も見てる人は結構知ってると思うけど、もともと大阪の18歳ベテランチ切り抜きっていう、俺の切り抜きチャンネルを運営していた謎の立命館大学生、そうですね、こいつは東大生ね、ワイワイは。藤本は立命館大生で、俺がなんか DM して なんなんみたいな、切り抜いてんのみたいな、よかったら今度会おうやみたいなって、最初はベテランチャンネルの編集手伝ってもらってて、最近はライジも手伝ってくれて、そうですね、ありがたい。ヘッドハンティングね、そうです、今月ほんま藤本の編集の動画しか出てないぐらい、みんな忙しくて、この二人のおかげで成り立ってます、ね、ありがとう。出てほしいなこの二人、ワイワイと藤本の対談とかな、見たないやろ。まず一回俺らとどっちかやろ。紹介してから。そうですね。まあ、コムドット方式というかね。裏方もどんどん巻き込んでって、いやー、そうですね。シーズン3は。ね、はい。はい、まあ。裏方関係なんですけど、いい女だ。ええー、女出た。まあ、それは絶対言わなあかんな。これはもう絶対に言わないと。よう出てるわ、あの、アイディア官僚っていうね、はい、現役で官僚をやっている裏メンバーがいまして、でまあその企画だけ携わってくれてるんですけども、まああとちょいちょいその動画出演も声だけで出演したりとか、まあそのベテラン中の動画には K 君として、登場したりとかしてるやつが、高校時代の N1 グランプリっていう漫才の大会で、アイディア官僚がボケで、ツッコミがエモシマンダム、まあ、チリ塾の下チリ塾で、まあ、前シーモスとも言うしな。前シーモス。え、モシマンダム。ホチンコスープカレー。カベスグリーンアップル。まあ、いろんなあだ名が勝手に、まあ。ある中で、まあ、その前シーモス、または、エモシマンダムで呼ばれていた、現チリ塾の下前くん。で、これが、その漫才のネタのフレーズなんやな。どういう設定なんですか、これは。万引き G メンが、なんか捕まえるみたいな、何かに気づいたみたいなんで。何かに気づいた万引き G メン。で、見つけたぞ。見つけたぞ。で、何を見つけたんですかって。で、いい女だ。ええ女っていう。このね、ええ女の言い方が面白いんですよ。マイシーモスの言い方、言い方が面白い。これがだからさ、高校生としてはめちゃくちゃ新しいのよね。まあその繰り返しのツッコミが、そう、ツッコミで、いや万引き G メンがいい女見つけるか、あ、普通の高校生の頭やったら、確かに。でもいい女だ、ええ女、こっちがいい声なのよね、アイデア感が、でこっちはめっちゃ声高くて、びっくりしてるだけ、ええ女。これみんな喜んで、うわー、そうやったな、大流行してたな。来ました、ダーウィンです。ダーウィン、もう一緒やん、一緒。これ女の色褪せないわ、色褪せない、面白い、すごい。はい、じゃあ、はい、ありがとうね。ほんまや、忘れた、ほんまやな。これなんなん、これあの、まあ、トガの口癖やね。俺がよく言う感謝の言葉なんですけれども、まあその、うんこちゃんっていう有名実況者がいてですね、ああ、まあ加藤純一さんっていう人が、元はといえば、金子のぶわきっていう、まあ俳優兼ミュージシャンみたいな人がいて、その人がですね、インタビューに答えるっていう動画がありまして、で、最後になんか伝えたいことありますかみたいな。ああ、みんなに。そう、インタビューされて、なんだろうなぁ。まあ、伝え忘れているとするなら、ありがとね。っていう、伝説のインタビューが、加藤純一によって、伝説ちゃうやろ、いや、弱いインタビュー。聞いたことないイントネーションの、ありがとねっていう、その、ありがとねを、ありがとねって言うっていう、これが加藤純一たち、まあ、いわゆるエモンにね、エモンによって掘り起こされ、もう加藤純一がこれもうほんま、流行らせて。流行らせて、で、俺が来週で流行らせたっていう。これはもうでも加藤純一とエモンの間ではもう過ぎ去ったブーム。過ぎ去ったブームなので、今一番熱いのは来週です。遅れてきたんや。遅れてきてます、今、はい。最近ちょっと言わんようにしてたんですけど。言わんようにしてたんや。まあちょっとね。控えてたけど。そう、控えてたけど、まあやっぱり。いや、でもいいよね、ありがとね。ありがとねーって。ありがとねー。なんか、ありがとうっていうのもちょっと恥ずかしいなっていう時に。確かに。ありがとねーぐらいの。後輩とかに、ね。そうそうそう。なんやろこれって思わないでくださいね。ありがとうって言えばいいのにとか。恥ずかしいだけなんです。
うん。そうですか。そうです。あ、そうですか、来ました。はい。ってな感じですね。はい。いろいろあるな。多いな。マジで、多分考え出したらいっぱいあるんやろうけど、もっと。もう、当たり前なっちゃってた、やりすぎて。うん。ここで撮影しすぎて、俺らは、今日言ったやつはマジで全部ほぼ説明してないやん、多分。うん。カンボジアのマサドとか結構平気で言うやん。うん。気をつけよう。気をつけよう。今井見てくれ、これ。確かに。今井はな、多分な、見てないと思うかったらな、マジで分かってない時あるから。うん。復習してもらえない、今井にも。うん。はい、ということで。はい。これで、皆さんも一通りね。復習できたと思う、うん、またこれ定期的にやっていかなあかんよ。いや、そう、アップデートしていかないと。これ、うん、10回動画撮ったら1回はやった方がいい。、うん、いやいや、多すぎやけど。10回で生まれてるよ絶対。だってもう100回ぐらいやってるもんな。うん、ということで、うん、ありがとうね。ありがとうね。